はい、こんにちは。今日はですね、人生の選択に迫られるとき、人は意外と合理的な判断ができないんですよ。そんなお話をしていきたいというふうに思います。皆さん自身もこう人生の中で大きな決断っていうのを様々迫られた経験が終わりかと思うんですね。大学どこを受験しようかなとか、キャリアを追うべきか結婚すべきか、結婚するならどの男性とすべきなのか、あの人かなこの人かなとかですね、あるいは、サラリーマンを続けるべきなのか、独立して自由な時間を手に入れるべきなのか、独立するなら一人でするべきなのか、それとも友達を何人か誘って、複数人で始めた方がいいのか、安定の人生を送るべきなのか、それとも多少リスクを犯してでも夢を追うべきなのかっていう、様々な、リスクとかですね、安定とかっていうのに、まあ、決断とか迫られたりする瞬間っていうのはあるかと思います。いろんな選択肢っていうのにやっぱり人生の中で迫られたりすると思うんですけど、これはですね、カーネマンのプロスペクト理論と呼ばれるものから、人間は実は合理的な判断っていうのはなかなかできないんですよっていうような結論が出てるんですよね。だから、よく言われるのが、直感で判断する方が正しいってことを言われたりとかするんですよね。で、実は案外それが正しいかもしれないと、考えた結果出した結論っていう方のが間違っていることが多いっていうのも結構言われたりとかしてるんですよね。はい。で、これは何の実験から取ってきたプロスペクト理論っていうのを引き出したかというと、2つのボタンがあります。で、皆さんこれ選んでほしいんです。 A のボタンを押すと 80% 4000ドルが手に入りますよと、 80% の確率で4000ドルが手に入りますよと。で、 B のボタンを押すと 100% の確率で3000ドルが手に入りますよと。まあ、日本円に直すと 80% の確率で40万円が手に入るかもしれないと。 B のボタンだったら 100% 30万円手に入るというふうに、選択を迫られましたと。で、これどちらを選ぶ傾向なのか高かったかというと、 B の3000ドル30万円を手に入れる方を選ぶ人の方が多かったっていう結論なんですよ。じゃあもう一つ実験がありますと。で、もう一つの実験っていうのは、 A は 80% の確率で4000ドルを失いますよと、40万円を失いますよと。一方で B は 100% の確率で3000ドルを失いますよ、30万円を失いますよ、あなたならどちらを選びますかっていう問題なんですが、これですね、こっちに関しては、A ですね、 80% の確率で4000ドルを失う方を選んだ人の方が的に多かっていう話なの。ところが実はこれって合理的な判断をするんだとしたら、さっきの4000ドルを手に入れるか3000ドルの手を手に入れるかっていう話だったら、 B を選ぶ傾向が高い、要は3000ドルを選ぶ傾向が高いっていう話だったですね。ところがこれ冷静に考えると、4000ドルを手に入れる確率が 80% ってことは、 4000×0.8 の3200ドルっていう確率が高い、3200ドルっていうふうになったりするんですよね。ということは、3200ドルを手に入れるか3000ドルを手に入れるかどっちかってなったら、3200ドルを手に入れた方が合理的じゃないですか。ところが確実に手に入れられる3000ドルにいってるってことは、結局損をしてるんですよ。で、一方で、80% で4000ドルを失うっていうのと、 100% 3000ドルを失うっていう話だったら、同じくですね、3200ドルを失うのか3000ドルを失うのかだったら、3000ドルを失った方がマシじゃないですか。ところが A を選ぶ傾向の方が高かったってことは、3200ドルを失いにいってる人たちの方が多かったっていう結論が出てるんですよね。で、ここから何が言えるかっていうと、得られるものがある時っていうのは、人っていうのは確実なものを取りに行くんですよ。で、一方で失うものがある時っていうのは、人はその確率が多少でも免れるようにギャンブルに走るんですよ。で、人っていうのは損失をする苦しみっていうのは、得るものに比べると 2.25 倍のメンタルのダメージを受けやすかったかっていうのがするんですね。だからまずは損をしないっていう選択肢を選ぶっていうことが大事になる。だから人間っていうのは合理的な判断ができないっていうお話を冒頭しました。じゃあ皆さんがキャリアを選ぶのか、結婚を選ぶのか、結婚するならあの人とするのか、この人とするべきなのか、サラリーマンだったら、サラリーマンとして生きていくべきなのか、独立をして生きていくべきなのかっていう、いろんな選択肢がある中で、まず一つの合理的な判断ができないっていうんだったら、損をしない選択肢っていうのを選ぶようにしていっていただけたらというような、結論が出ていますよっていう話。結婚相手に損をするしないっていうのを持ち出すのもどうかっていう話なんですけど、例えば安定的な収入をもたらしてくれる人なのか、馬がものすごく合う、趣味とかがものすごく合うっていう人を選ぶのかですね。だからそこに対して、例えば収入が、年収100万だけどちょっと趣味が合わないなっていう人を選ぶべきなのか、400万だけど一緒にいてずっと楽しいと趣味も合うし、24時間別に、24時間寝てくださいね、24時間趣味の話をしてても楽しい人と、どっちと、いる方がいいですかってなったら、800万の方を選んだら短期的にはやっぱりちょっとした裕福な生活を過ごすことはできるかもしれないけど、長期的に過ごすってことを考えた時に、あまりにも馬が合わなさすぎたら、だんだんいて窮屈になってくるって可能性がありますね。400万の方はやっぱり生活的に私をその苦しむ可能性はあるかもしれないと、そんなに安定的な生活は送れないかもしれないけれども、やっぱり長期的な目線で見た時にお金よりも大事なものがあると、この人と長く付き合っていくことの方が大事だなってことを考えた時に、やっぱり、2つ目の方の400万趣味が合うっていう方の選択肢を選ぶ、そういうような考え方になってくると、そんな感じですね。はい。それからですね、あとは人生の選択肢に迫られた時に、まずは損をしない選択
択肢を選んでくださいねっていうのがまず1点目なのと、2つ目にですね、選択肢を減らできる限り減らしてくださいっていうお話です。これは、僕がですね、初期の頃の動画ですね、9月とか10月くらいに載せた動画にあると思うんですけど、タイトル忘れてしまったんですけどね、にスーパーマーケットで売ってるジャムが6種類と24種類ですね、24種類とで、どっちのジャムの方が どっちのジャムを置いている棚の方が購買率高かったかっていう話をしたんですよ。で、6種類の方がお客さんが来た数っていうのは24種類と比べたら少なかったんですね。ところが少ないにもかかわらず、そのうちの 30% のお客さんっていうのはどれかしら1種類のジャムを購入してくれましたと。で、 24% あ、ごめんなさい、24種類の方のジャムを並べてた方のスーパーっていうのはお客さんの数は6種類の方よりも非常に多く来ましたと。ところがその中で結局買ってくれたっていうのはたったの 3% でしたよと。なんでかっていうと、人間っていうのは選択肢が多ければ多いほど、なんかこう選ぶ楽しみとかですね、どれを選んだらいいかなっていう期待感が増すっていう風に思われがちなんですが、逆にですね、どの選択肢を選んだらいいかっていう風に疲弊してしまって疲れてしまって、結果もう選ぶことに満足してしまって、その中で決断っていうのをしないまま終わっちゃうっていう傾向になるんですよ。だから皆さんがいろんなこう人生の中で選択肢で選択の決断が迫られている時っていうのは、極力これはないな、これはないなっていうのを減らして、最終3つとか2つとかっていうのを減らした段階で選ぶっていうのが大事になってきますよ。まあそういうお話で、2つ目、選択肢をどん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 削りましょうと。それから3つ目、一貫性ですね。人っていうのは選んだものっていうのは本当にこれでいいのかな、本当にこの人と結婚していいのかな、本当にこの人と結婚して私は幸せになれるんだろうかっていうふうに疑いつつも、いざ結婚してしまったら変更ってできないじゃないですか。この人との結婚はなかったことにしてくださいって、じゃあ離婚するってなっても、離婚をしたとしても手続き上はその人と結婚したっていう履歴は残ってしまっているものですから、やっぱり選んだものっていうのは本当にこれで正しいのかなっていうふうに疑いを持ちながらも、変更ってやっぱできないですね。変えることっていうのはできないですよ。だったらならやりきってしまうと、あるいは愛し続けていこうというようなところで、一貫性っていうのが、人は何かしらの選択肢を選んだ際にどうしても付きまとってくる心の問題っていうのが、最終的に一つ何かしら選んだら、あなたは一生それを選んだことが正しかったかどうかっていうことで、何回も何回も自問自答する習慣が来ますよと。自問自答する瞬間が、来ますよという、そんなお話になります。で、これに関してはぜひですね、中田敦彦さんが出されている、星の王子様の動画をぜひですね、見ていただきたいというふうに思います。中田敦彦さんご自身ですね、オリラジのあっちゃんですね、自身がやっぱり結婚するときに本当にこの人と結婚してもいいのだろうかと。で、もし自分がこの結婚をの選択っていうものが誤ったとしたら、自分のキャリアにも傷がついてしまうし、相手も気づけてしまうことになると。で、そんな中でもやっぱりこの人と好きだから結婚しようというふうに思うのは一体なんでなのかっていうことが、星の王子様という動画の中に載ってたりしますんで、多分すでにご覧になっている方も非常に多くいらっしゃるかと思うんですけれども、皆さん自身が、いろんな選択肢があって、でその中からどれを選んだらいいのかと、で、どれが皆さんにとっての一番のベストな選択肢になるものなのかっていうことにいろいろ考えていって悩んでいる場合はですね、ぜひその中田敦彦さんの星の王子様という動画をご覧いただけたらというふうに思います。ということでですね、選択肢が今人生の中でいろいろと皆さんが迫られていると、どの選択肢を選んだらいいのかなっていうことを迫られているという状況に今ある方に関しては、ぜひですね、まず一つ目、プロスペクト理論ということで、皆さん自身が損をしない、選択肢っていうのを選んでくださいと。何かを得るものよりも皆さん自身は損をすることに対してのダメージの方が大きいっていうのが、人間ですからね、人間の脳の構造上そうなってしまっていますので、ぜひですね、損をしない選択肢は一体何なのかっていうことをまず一つ見つけてくださいと。それから選択肢がもし多いのであれば、それを極力2つとか3つとかっていうのにできる限り絞ってください。そして3つ目に、選んだものに関しては一生後悔し続けることになります。ただし皆さん自身が持つ一貫性というもので、それを選んだからこそ自分はこれでやり抜くと貫き通すっていう、その覚悟を持ってください。この3つですね、人生の、決断を迫られた時に、ぜひ考えていただきたいのは、この3つをですね、やっていただきます。もう一回言いましょう。選択肢、ですね、人生での決断が迫られた時には、まずは、自分が一番損をしない選択肢を選びましょう。それから選択肢は極力減らしましょう。それから一貫性を持ってその選択肢を選んだことに対しての、自信を持ちましょう、覚悟を持ちましょう、そんなお話でした。ということで、私自身もですね、これから子供が生まれたりとか、人生の岐路をいろいろ立たされていく瞬間があると思いますが、今日皆さんにお伝えしたような、ね、内容をもとに、覚悟を持って見ていくというふうに思う。今日の動画は皆さんの、人生をですね、いろいろ
算迫っていくときに、何か基準になればの狙いに感じるの口の中がパスタ水分不足になって申し訳ありませんでした。ということで、本日の動画、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。またねー。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。